ドゥテルテ大統領が辞任するやと。いや、フィリピンの汚職は止まりませんね。イントラムーロスへね、行ってきたんですよ。アイナコーエドワーです。皆さん、やっとかね。9月29日、今日はね、曇っちょるね。雲多めですね。最近はね、やっぱ雨多いですね。皆さん、フィリピンしてますか？いや、今日もね、暑くないですね。まあ、ええ感じですね。こういう天気。嫌じゃないね。さて、今何度かなと。32.2度。暑くないです。ほいでね、湿度が 64% とね、ちょっと高いですね。これは完全に後で雨が降るでしょうね。ほいでね、感染者数ですが、最近はね、発表してなかったんですよ。まあもうええかなっち思っちゃったんですね。ほいってもね、発表してほしいちゅうね、星狩りさんもおりますのでね、簡単にね、発表しとこうと思っちゃおります。星狩りさんですね。昨日のね、感染者数が3073人ですね。これでね、アクティブケースは 49,242 人になりますね。これでね、すべての合計が 307,288 人です。回復者がね、163人で、亡くなった人がね、37人ですね。ほんでね、チャンネル2、フィリピンしてますか？こっちの方もね、お頼申します。わーリンク先はね、下に貼っちゃいますけどね。いや、昨日あげましたね、イカの絶品のお店。あのイカはね、世界で一番美味しいんちゃうかなと思っちゃいますね。皆さんにもね、食べてもらいたい。ほいでね、Twitter もやっちゃいますけどね、プライベートショットなんかもね、ポストしちゃいますよ。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコモリア庁の YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。10月からのね、規制ですが、メトロマニラはね、GCQ がね、継続されることが決まりましたね。これがね、10月1日から10月31日までのようですね。まあ、これはね、そうなるでしょうね。まあ、驚きはないですよね。他にもね、メトロマニアと同じく GCQ が継続されるエリアですが、バタンガス、タクローバンシティ、バコロドシティ、イリーガンシティ、イロイロシティ、ほぼね、町単位になってきちょりますね。ほいでね、ラノデルサー、マラウェイシティ、この2つはね、MECQ になるようです。まあ、これはね、規制が強化されるってことですね。ほいでね、その他のエリアはね、すべてが MGCQ になります。まあ、ここでね、規制の説明をオーバーしておきますと、ECQ、MECQ、GCQ、MGCQ、ニューノーマルとなっていくわけですね。で、下に行くにつれましてね、規制が緩和されていくってことですね。ほいで、現在ではね、まだニューノーマルになっちゃうところはございませんね。ほんでね、ECQ のエリアもね、もうないですね。そしてね、ドゥテルテ大統領ですが、汚職についてね、語っちゃりましたね。ドゥテルテ大統領はね、政府内の汚職をね、何としても辞めさせたいんですね。フィリピンをね、クリーンにしたいんですね。これでね、2016年から大統領になりまして、汚職をね、結構辞めさせてはおったんですよ。と言ってもね、この間のね、空港職員のね、パストリアムスキムあったでしょう。覚えておりますか？イミグレーションオフィサーがね、旅行会社とグルになって、違法にね、中国人をね、大量にフィリピンへ入国させておったんですよね。さらにはね、外国人女性にね、春を売らせる行為までさせておったと。しかもね、これを捜査しておった MBI の捜査官もね、汚職をしておったんですね。この違法なことをね、やっておったイミグレーションオフィサーからね、金を取ろうとしておりましたよね。これでね、ドゥテルテ大統領はね、頭をね、悩ませておりますね。これはね、どうやればね、フィリピンの汚職を止めさせることができるんだってね。汚職をね、捜査する側までがね、汚職ですよ。で、さらにはね、フィルヘルスの汚職もあったでしょう。フィルヘルスの汚職額はね、現在分かっておるだけでもね、3000億円以上にもなりますからね。
公表はされてないみたいですが、他のね部署でも汚職はねギャンギャンしておりまして、それもねドゥテルテ大統領のところにはね報告されておるんだそうです。それらもねドゥテルテ大統領が大統領になりました2016年からその報告はね実は大統領の元へ上がってきておったんですよ。ほいてもね彼らは誰もね気にしないようですね。汚職をやることがね当たり前になってしまっておるからね、警告をしようがね何をしようが彼らはね構わず汚職を続けておったんですね。それでねここまで大きなことになってしまったっちゅうわけですね。今までのね大統領はこういう汚職なんかもね全く気にしてなかったんでしょうね。その延長でねドゥテルテ大統領になってもね当たり前のように続けておるようですね。ほいてもねドゥテルテ大統領がフィリピンの大統領になりましてね、汚職自体はねやっぱりだいぶとねなくなりましたしね、大統領になった時にねかなりの数の汚職職員なんかをねクビにしたんですがね、やっぱりそんなん気にせんとね汚職をやり続ける人たちもね後を絶たないようですね。こう汚職をやっておった上のもんをね切ってもね、その下におるもんがねさらに汚職をやるんですね。あれと一緒ですね、あの武田鉄矢の腐ったみかんのやつですね。もう昔からねそういうのが職員には染みついちょるんでしょうね。そういうね汚職をやってない人たちもおりますけどね、彼らはね報復なんか恐れましてね見て見ぬふりをしておったんですね。これでねドゥテルテ大統領はねもう大統領やめようかなってほどになっておるんですね。大統領もね疲労しきっておるんですね。大統領もね確か今75歳ぐらいですからね、かなり高齢ですからね。まあとは言ってもね続けるとは思いますけどね。以前にもねまあ同じようなことをね大統領は言っておりましたからね。ただね問題は他にもありまして、大統領とね副大統領がね同じ目標になってないってことなんですよね。ほいでね副大統領は今日もですけどね、2022年のね大統領選に向けてのねメディアの露出なんかで忙しいですからね。ここがね例えばねマニラシティならイスコモレノ市長とねハニーラクーナ副市長ならね同じ目標にね向かっておりますからね。お互いがねお互いを補い合っておるんですね。だもんでねマニラシティはねかなり変わったでしょう。まあ僕もね結構紹介しておりますけどね、わかりやすいところで言うとね、マニラシティは街自体もねかなり綺麗になりましたよね。やっぱりね指導者が協力し合ってやるのが大事ですよね。これがね大統領と副大統領ではねできてないんですね。いやこれも困ったところですね。大統領はねほんまはねこうマルコス大統領って言ってたでしょ昔。まあ結構有名ですよね。まあ知らない人はね調べてね。このマルコス大統領のね息子さんも実は政治家なんですよ。ほいでねドゥテルテ大統領はこのマルコス大統領のね息子さんにね副大統領になってもらいたかったんですね。まあこのマルコス大統領の息子さんはねドゥテルテ大統領とね同じ志を持っておりましたからね。まあこれでね法を管理しますのが下院議員なんですね。この下院議員を集めましてね、ドゥテルテ大統領はねどうやったらフィリピンから汚職をなくせるか、そういったことをね話し合うようですね。ほんでね、これでね、もしも今年2020年の年末になってもね、まだ汚職をやっておるのがおった場合は、その汚職をやっておる人の名前とかね、部署なんかをね、公表するようです。ほいでね、さらにドゥテルテ大統領ですが、Facebook アカウントありますよね。あれのね、155個のアカウント。で、11個のページ、9個のグループ、で、Instagram の6個のアカウント。これらをね、排除させたようですね。これらのアカウントはね、すべてがね、中国が絡んでおったようですね。で、それらのページではね、嘘のゴシップみたいなもんをね、流しておったようですね。例えばね、2020年の大統領はサラ・ドゥテルテだとかね。サラ・ドゥテルテさんはね、このドゥテルテ大統領の娘さんですね。このサラ・ドゥテルテさんはね、現在ダバオシティの市長をやっておりますね。ほいでその Facebook ではね、このサラ・ドゥテルテ市長が次の大統領だってね、そんなんを流しておるんですよ。で、これをね、サラ・ドゥテルテさんはそれを見まして、え？私が大統領？ってなったみたいですね。これはね、以前ですがね、ドゥテルテ大統領はね、サラさんにね、え、お前大統領になりたいんか？やめとけやめとけ。お前のフィリピン愛がそこまで深いならやればええけどな、って言っちょりましたね。他にもね、これらのアカウントはね、こいつらのことについてもあったようどす。こういったアカウントはね、すべてが排除されたようですね。ほしてね、日曜日にね、マニラシティにありますね、イントラムーロスへ行ってきたんですよ。そちらをどうぞ。はい。エドワーです。今ね、マニラのね、イントラムーロスにおるんですね。ほら、こんな感じですね。
今日のイントラムーロス、今日ね日曜日なんですけどね、こんな感じですね。はあ、なかなか静かですね、やっぱりね。でこのね噴水あるでしょ、ここね、ここもあのブロックされてますね、中入られへんようになってますね。でこれがマリナキャセドラルですね。やっぱり雰囲気がいいですね。うん、嫌じゃないね。まあ一応ね、あのツアーガイドの人たちなんかもいましてね、チャリンコタクシーでね、あの案内しますぜみたいな人らも結構おりますね。今ね、こうマリナキャセドラルの隣のところをね歩いとるんですけど、神社はないほど静かでしょう、これ。え、これそこでなんか騒いでおりますね、これ。ほらこっちからもほら全然車がいないでしょう。えらごっちゃですね。あれあれ、これマニラブの人じゃん、これ。あれ、マニラブの人何してんの、こんなとこで。え、偶然。いや、こんなことあるんですね、ほんまにね。えらごっちゃですね。いや、ほんまに、ね、今日全然人いないね。いや、全然いないですね。びっくりするね。客とかは戻ってきてましたね。ね、おったね、ツアーガイドみたいな人らはね。はい、でも、はい、全然。ほら車もないし、ないです、ね、こんな静かなメトロマニアありますか？なんかないですね。見たことありますか？ないです。ないんです。はい、今ねこのほらこの石畳のおしゃれなところ来ておりますよ。ここのねミュージウムも閉まっておりますね。いや本当にね、なんか当時のスペイン統治時代の中流階級か何かのあの家庭の様子が見れるっていうので有名なカサマニラ。カーサマニラかミュージアムですね。ここねほんまにね雰囲気からね入りたかったけどね入られへんね。じゃんねん。じゃんねんですね。そう、中庭がね本当にちょっと噴水みたいなのがちょっとあって、そう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 、おしゃれなんですよね。もうインスタグラム向きよね。いや本当に完全にね、うん、ほいでもねしゃあないね。はい、はい、と今こっち来ましたね。あ、ほらこっちはこっちでほらおしゃれなバイクがありますね。でなんかわからんけど狛犬がおりますね。これはもう完全に狛犬でしょう。どうですか？狛犬ですよね。何なんだろうね。何食べてるんですかこれ。なんかこの謎が知りたいね。え、まあ、こんな感じでこっちもねもう全然人がおりませんね。いや本当ですね。これでもなんかねおしゃれな車がありますね、うん、これ撮影会場になってますね。ねえ、撮影してんね、これおしゃれなフィリピン人が撮影をしておりますね、うんうん、これあれよね、アガサ博士が乗ってるやつよね。ぽいぽいぽい、ね、コナンの、コナンのね、リアル。これオープンになる感じよね、すごいな上がね。全然人がおりませんでしょう。イントラムーロスって言いますとね、観光地ですからね、清水寺とかね、奈良の東大寺とかそういう感じのね歴史的な教会とか要塞が結構あるんですよ。観光客とかね、学校の遠足なんかでもね、いつもたくさんの人がおるんですけどね。まあほいでもね、客引きのね人たちは適当におりましたね。いや、しかもね、まっさかね、マニラブのね、国民的弟のね、タクセキ君がおりましたね。なんたる偶然。びっくりでしたね。まあ本当のことを言いますとね、待ち合わせをしておったんですけどね。まあそのことはね、都内でお願いしますよ。これはね、短いバージョンでしたがね、もっといろんなところを歩き回りましたので、長いバージョンはね、また後でポストしますね。そしてね、長距離バスですが、明日のね、9月30日から再開されるようです。これらはね、とりあえずカランバ、ラグーナ、ケソンでね、再開されるようです。で、パラニアケシティにありますね、PITX っていうね、まあ、でっかいバスターミナルがあるんですが、ここからね、バスは出るようですね。これはね、パンデミック前やとね、1日に8万人のね、乗客が利用しておりましたが、これをね、4万人にするそうです。ここでね、問題が出てきておるんですね。それがね、メトロマリナから他の州へ行く場合にね、トラベルパスとこう検査結果がいりますよね。これをどうするかっちゅうのね、現在話し合っておるようですね。明日から再開されるのにね、こういった問題がまだ解決してないんですね。どてらいね。まだね、ルソンの北の方へ行くバスはね、これらには含まれておりませんね。まあとりあえずね、メトロマリナ周辺からね、長距離バスは走らせていくようです。まあこれはどうなるんでしょうね。それにしてもね、バス会社も大変ですね。このパンデミックの間はね、長距離バスは一切走らせられなかったわけですからね。そしてね、エドサではゴミが捨てられておったんですね。そのゴミの中にはね、PPE 関連のものが捨てられておったようです。こう、グローブとか、マスクとか、まあそういったね、医療用のものがね、大量に捨てられておったようです。ほいでね、掃除をしておる人たちがおるでしょう。この人たちがね、まあそんな知りませんからね、何の装備もせんとね、それらのゴミをね、普通のゴミやと勘違いしましてね、回収しようとしておったんですね。で、これらのゴミについてはね、現在はね、どこの病院が捨てたものかをね、調査中のようですね。こんなんやめてほしいですね。ここでね、水タイムですね。Water。
ほんでね、ミンダナオの旅々では72人の医療従事者から陽性反応が出たようですね。彼らは全員がね、ダトゥハルン・サキランメモリアルホスピタルで働いておった医療従事者やったようですね。ほいでね、今はこの病院では新たな患者さんの受け入れを止めておりますね。で、出産とかね、そういった緊急の場合もね、他のクリニックへ行ってもらうようにしておるんだそうです。なんかこの病院の名前がね、マレーシアっぽいですね。このタビタビはね、もうほんまにボルネオ島あるでしょう、あれのすぐそばなんですね。もうすぐそこがもうコタキナバルームですからね。まあ離島なわけですよ。まあ、こんな離島でね、拡散なんかしてしもうたら、もうそれこそどてらいことですね。で、この間ね、コタキナバルからね、このタビタビへね、密航船が来ておったでしょう。覚えちゃる？そしてね、同じくミンダナオのスールーでは、悪い奴らおりますよね。こいつらのこととす。フィリピン軍がね、スールーでこの組織のリーダーをね、仕留めたようですね。このリーダーはね、爆弾を作っておったようです。この辺ではね、自爆が相次いでおるんですよね。これにね、たくさんの人たちが巻き込まれたんですね。同じくミンダナオのサンボアンガでもね、爆弾を作っておった人が捕まったようですね。この人もね、このスールーの人と同じ組織の人ですね。この辺はね、ほんまにこれ関連の事件が相次いでおるんですよ。外国人の誘拐なんかもね、ギャンギャンやっておりますからね、危険なんて言われるエリアなんですよ。特にね、外国人は行かない方がええでってね、必ず言われますからね。僕もね、結構言われましたからね。これでね、ドゥテルテ大統領がね、フィリピン軍にこいつらのことを徹底的にやるようにとのね、指示が以前からあったんですね。だもんでね、最近はこの辺はかなり厳しくね、フィリピン軍がパトロールしておるようですね。これで結構の数のね、悪い奴らを捕まえちょりますからね。そしてね、同じくミンダナオのダバオシティでは、マニラからのね、飛行機でダバオへ来た乗客40人から陽性反応が出たようですね。この40人にはね、全員症状は出ておらんとのことですね。現在ね、彼らは全員がね、隔離中のようですね。いや、40人でかなり多いですね。ほんでね、ネグロスオキスデンタルって、かなりね、悪名高い女が捕まりましたね。この女はね、吸っちゃいけないもの、お金をもらってね、人をパキューンしたりとか、で、パキューンなんかをね、密造なんかもやっておったようですね。かなり手広くやっておったようです。でね、ビサヤあたりではね、この女は最重要人物やったみたいですね。で、この女がね、2018年にセブーで捕まりまして、セブーのね、刑務所へ入っておったようですね。こう言ってもね、2019年にね、脱走したようです。プリズンブレイク。ほいで、その後にね、ネグロスオキスデンタルに逃げておったようですね。でね、このネグロスオキスデンタルでもね、そういう悪いことをやっておったようですね。まあ、そんなことしておったらね、目立ちますでしょう。これでね、警察が嗅ぎつけましてね、この女の家へね、襲撃をかけたようですね。そこでこの女は、えらこっちゃちゅうことでね、抵抗をしまして、警察にね、パキューンされまして、亡くなったようですね。これでこの女の家からはね、吸っちゃいけないものやら、パキューンやらがね、行さん出てきたようでね、それらは全てが没収されたようですね。日本からの荷物は届くのか、わがまま子猫ちゃんのコーナーですね。本日の子猫ちゃんはどんな子猫ちゃんかな。渡すは8月23日に日本から荷物を送ってもらいました。バリクバヤンボックスです。その荷物は9月24日に我が家へ届きました。渡すの荷物は1ヶ月かかりましたね。台風のせいで遅れたのか、それともただ単にフィリピンしてたんだべか。中身は主に日本食です。だがしかし、今は会うことのできない孫の使っておった服や遊んでおったぬいぐるみも入れてもらいましたよ。朝はば大喜びしちょりましたよ。泣いちょりました。もう長く孫とは会っておりませんので、私も後でこそっと泣きましたよ。そのことは署内でお願いしますね。そしてね、日本からフィリピンへ入国しはった人がおりました。その時の様子をばね、紹介しようち思うちょりますよ。皆さんごきげんよう、アドボサブローです。ご無沙汰しておりました。私は今フィリピンにおります。 9A ビザをフィリピン領事館で取りまして、成田空港から JAL で25日の夜にマニラへ飛び立ちました。 JAL のチェックインは少し厳重になっちょりましたよ。必要書類のチェックで結構時間がかかります。ほいでも私は抜け目なく完璧に書類を揃えちょりましたので、問題なくチェックインできました。そして私は無事に日本を出国。私はこのパンデミックでいろいろと大変な目に遭っておりました。聞いてもらえますか。実は3月に仕事も辞め、フィリピンへ行く予定でした。ほいでもその3月にパンデミックが始まってしまったのです。だもんでね、
私は仕方なく急遽アパートを借りまして、この半年の間アドボ荘で暮らしておりました。それがようやくフィリピンに行ける、ついに愛する我が妻に会えるつうことで、私は飛行機を待つまでの間一人でニヤニヤしておりました。そして私の飛行機は無事に飛び立ちました。マニラ空港でも厳しいのだろうなと覚悟を決めておりました。他の人のフィリピン入国では緊張感が半端ないというのは江戸チャンネルで予習済み。だがすかす、マニラに着いたらそれはそれはあっけない。イミグレーションオフィサーにも緊張感もなく、用意したたくさんの書類にも一切目を通さず、バチコーンとスタンプをパスポートに押されました。質問なんかも一切ありませんでしたよ。私は何度もシミュレーションをしちょったのに、これは完全にフィリピンしちょるね。ほいでこの後に PCR テストに入ります。ほいでもね、事前に自分で予約しておったフィリピンレッドクロスの予約書類は全く役に立たないのです。なぜかって知らざあ言って聞かせやしょ。まさかのまた同じことを紙に書かされるとです。これでは日本からインターネットで事前に申請する意味あるんでしょうか。これもフィリピンするっちゅうことなんでしょうか。一応係員に日本から用意してきた書類を見せましたが、そんなもんもう関係ござんせんよっちゅうて言われてしまいましたよ。だもんでまた同じことを書きました。これの困るところが、この書類が尋常やないほどの量を書かされるっちことです。同じようなことを繰り返し繰り返し書かされる、これが結構疲れました。これが気づかれっちゅうやつなんでしょうか。ほいで書き終わりまして4500円を払いました。その後も説明なんかもなく、全然ことは進みません。周りの人たちもかなり戸惑っておりましたよ。その後なんとか PCR テストも終わりまして、なんとか空港からは出れました。空港を出るまでに2時間30分かかりました。そこから予約しておったホテルへ直行しました。タクシーから見るフィリピンは何やら静かでした。私はパンデミック前のフィリピンしか知りませんが、こんなにもフィリピンが静まり返ることがあったんですね。あのけたたましいほどの喧騒のフィリピンがここにはないとです。私はホテルへチェックインして疲れたのですぐに眠ってしまいました。チャンネル登録を頼もうします。それではお後がよろしいようで。